3.16声明は、1963年3月16日に、国家再建最高会議の議長職にあった、僕正規が発表した声明である。当初、年内中に実施するとしていた軍政から民政への遺憾を4年程度延期することと、そのための賛否を問う、国民投票を実施することを胸とする声明である。 この声明に対し、在野政治指導者とアメリカは強く反発。4月8日の国民投票延期の声明、7月27日の年内民生以上方針の発表に至るまで、最高会議の方針は2点3点することとなった。1963年1月1日を期して、一般国民の政治活動が解禁されると、在野の核勢力は共闘して、 早期選挙の実施反対や政治活動浄化法該当者の政治活動禁止措置、解除、また新たに制定された選挙法や政党法などにおける非民主的要素の即時是正、軍政与党として組織された民主共和党の事前組織及び関係介入を批判して反政府を展開するようになった。こうした中、1963年2月2日に 共和党の決闘準備大会が開催され、次期大統領候補に、僕世紀最高会議議長を選出し、僕世紀議長がこれを承諾する用意があることを示唆したのに対し、野党側は、早期選挙反対の講演会や政府、球団大会などの反対運動を計画する。一方で、僕世紀議長の民生参加は、革命公約に明確に反するとして、強く非難した。 また一部野党が選挙への参加拒否と政治活動上下法の解除基準明確化などを決議したことで軍政と野党側の対立が激化した。在野の強い反発を前に、僕正規議長は民政参加の当初方針を変更し、2月18日に民政不参加、早期選挙の延期、正規予司法該当者の旧政治家の 活動禁止措置全面解除を旨とする、声明、書位2.18声明を発表した。これに対し、在野勢力の側もこの方針を受け入れることを決め2月27日、ソウル市民会館において、与野党の政治指導者、政党代表、各軍代表が集合して、政局収集戦正式を挙行、僕議長自身の民政不参加と、正規予志法による、 政治活動禁止措置の全面解除などを言明した。2.27先生で、僕正規議長の民政不参加が明確になった途端、それまで、連合や統合を進めてきた、在野政党は分裂した。そして、大統領候補者の指名をめぐり、民政党は、新民党系と分裂し、それまで推進されてきた三党統合も決裂する、事態となった。 こうした中、3月7日に、元州の第一軍司令部を訪問した、僕正規議長は、将兵たちへの訓示の中で、外役をもたらす、旧政治家たちは引退すべきである。政局が混乱して、再度危機が発生すれば、私はこれを傍観しないと述べて、民政参加の可能性をほのめかした。その四日後の十一日には十一年五月の、軍事クーデターにおける、 中心勢力の人物である、僕林久し、近東側グループによる、軍部内反乱陰謀事件的発が、当局によって発表され、政局はにわかに緊張した。さらに3月15日には、首都防衛司令部に所属する将兵80名が、最高会議前で、僕正規議長の民政不参加方針の撤回と、軍政延長を主張するデモを行った。 このような事態が相次ぐ中、最高会議は深夜に会議を開いて、収集策を論議し、3月16日午後4時に、僕正規議長は健全な民間政府を誕生させるためとして、暫定的な軍政延長が必要であるとし、今後4年間軍政延長するつもりだが、それに対する可否を最短事実内に国民投票に付して、国民の意思を問うと発表した。 そして、軍政延長が国民投票で否認された場合は、政府は即時政治活動の再開を宣伝し、計画の通り民政以上を実施し、我らは一切民政に参加せず民間の政治家たちに全面的に政権を移譲するとした。声明発表直後、最高会議は政治活動を再び禁止するとともに、 政治的な言論や出版、集会を制限する、非常事態収集臨時措置法が、交付、施行された。軍政を延長するための国民投票に対し、財や政治指導者と早期の民政異常を支持していた、アメリカ政府は強く反発、政局は再び混迷し、一触即発状態となった。3.16声明が出された。 直後の3月19日、院前、超託層、離反席、金土やら、財や政治指導者は僕議長と会談し、3.16、声明の撤回を要求した。これに対して、僕議長は、腐敗し、国民からの指段を受けている、政治家たちが引退すれば、3.16声明を、撤回する用意があると述べ、軍政延長について3月末まで保留することを、 言明した。しかし、野党側は3.16声明の無条件撤回と、それが撤回されるまでは強力な反対闘争を展開することを宣言し、翌20日、インゼン巨星を含む民政党員10名がアメリカ大使館の前で街頭デモを展開した。また22日には、インゼンベン・ハルヤス。 金土、縁など政界重鎮150名余りが出席して民主級国宣言大会を開催、軍政延長反対デモを行った。同日、軍首脳部は国防部において参軍非常指揮官会議を開き、3.16、声明支持決議を行った。アメリカ政府は、僕正規議長が民政不参加を明らかにした2.18声明に対し、 それを積極的に支持し賛成する立場をとっていた。そのため、突如軍政を4年間延長する方針を表明した3.16声明に対し、驚きの色を隠さず失望することになった。3.16声明が発表された約1週間後の3月21日、中間米大使が、牧議長を訪問し、2.27先生の尊重と、 2.18、生命遵守を希望することを忠告した。また3月25日には、アメリカ国務省が3.16声明に対する遺憾の意を表明し、1日も早い民生以上の実施を望むという声明を発表した。一方、ケネディ大統領は憲法によって構成されない政府が、 永続することに反対する、胸の抗議文を最高会議に対して渡すとともに、最高会議が、経済開発後可燃計画のため、アメリカ政府に要請した2500万ドルの資金援助も拒絶した。当時、春休期の直前で、食料事情が逼迫し、アメリカからの非常食料援助を、絶対的に必要としていただけでなく、 経済開発後可燃計画を達成するために、アメリカからの資金援助が必要不可欠で、韓国政府にとって、アメリカの援助が停止することは、死活問題であった。そのため、僕正規議長は、軍政延長方針を撤回せざるを得ず、4.8、措置を発表することになった。1963年4月8日、僕正規議長は、 政局収集緊急措置、初位4.8措置を発表した。声明の内容は、一軍政延長のための国民投票を9月末まで延長。2、9月中に国民投票または総選挙実施の可否に関する決定を行う。3、その時までに行政力強化で国民の生活難を解決する。四非常事態収集臨時措置法を廃止して、 政治活動を再開する。ご集会、G、言論などの制限を除去するというものであった。この措置においては、軍政延長化非決定を9月末まで保留する、点のみが強調されていたが、金県明内閣主犯と、李工落最高会議広報室長は、年内民生異常方針は規定のものであると、強調した。4.8措置から3ヶ月余り後の、 1963年7月27日に、僕正規議長は、年内民生異常方針を明らかにした、7.27、声明を発表した。この声明で、僕議長は、一憲法の再改正案の即時撤廃、二大統領選挙は10月中旬に、実施、三国会議員選挙は11月下旬に実施する、 4最初の国会招集は12月中旬に行う、と発表した。こうして、民政異常方針は、1963年1月1日に、政治活動が解禁されて、以降、確定し、与野党各党はそれぞれ決闘準備と、統制拡大に本腰を入れることとなった。2.18声明に始まる、僕議長の本意騒動の背景として、軍事クーデターを主導した。 主流派内部の内紛が指摘されている。最高会議内では僕議長の民政参加を支持する左官級を中心とした強硬派と選挙基盤の不備などを理由に民政参加を支持しない小官級を中心とした恩憲派の対立が存在し、対立は共和党の決闘過程で最高潮に達した。こうした主流派内部の対立に厳滅した僕議長は、 民政不参加を表明した2.18声明を発表した。これに対し、強硬派は3月15日の軍人デモなど巻き返しを図り、牧議長を説得して3.16声明を発表させ、2.18声明発表から1月も経たないうちに態度変更を行わせた。しかし、在野勢力やアメリカの反発を受け、 主流派内部の妥協策として4.8措置が発表される結果となった。共和党の組織準備は1962年夏頃から中央情報部の組織を活用し、金消失中央情報部長が中心となって進められていた。しかし、当時はまだ政治活動禁止措置は解除されていなかったため、このような活動を行うのは明白な。 違法行為であった。各政党旧湖安寿区民生3とも、東亜日報1963年2月18日付一面、北議長民政府参考式、鮮明性情報該当者27日矢座全面、解除政党代表、政治指導者、各軍総調整局収集歴史的先生。東は日報百六十三年二月十七日付一面、 この事件は、クーデターを首謀したとして逮捕された、軍人すべてが、環境北道出身であったこと、検察の捜査にもかかわらず、クーデター計画の実態が、曖昧であったことから、金消失を中心とした、軍政主流派による、非主流派の、粛清的性格が強いと考えられる。陰警鉄、分断後の韓国政治267ページ、4年間軍政延長。 可否国民投票ミノル東亜日報3月16日付号外3.16、生命月末保留牧議長在野指導者会談、原名東亜日報1963年3月19日付一面、政府自局収集最終弾案牧議長8日、下馬声名発表。東亜日報1963年4月8日付一面、 大統領選挙10月中旬国会議員選挙11月中旬国会招集12月中旬僕議長民政委譲る日程正式発表東亜日報1963年7月27日付一面ありがとうございます